どうもマホラです。キャンドルカービングやっていきたいと思います。今回は、どうしようかな。以前キャンドルが作ったやつを溶けるところだけを撮影したんですけど、今回は作って溶けるところまでもう全部ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、一応これ練習用のキャンドルなんでね、上にディッピングはしてないんですけど、まあ単色でやってますけどね。まあどうせ溶かすもんだから、まあそれでとりあえずまあ削って溶かしてまた作ってみたいな感じでリサイクルしてます。まあこれ練習用なんで適当に作っていきますか。まずどういうデザインするかは、まあ基本的にもう練習なんで、本当にねその練習したいデザインを自分で適当にやってるっていう感じですかね。コンパスで大体の大きさ決めてやってやると大きさが大体均一になるようになってきましたね。まあ完全じゃないんですけど、まああくまでもそれはキャンドルでっていう前提ですけどね。コンパス使い始めたのが最近なんで、まあこれはもしフルーツカービングとかやるときにも使えるんで、まあこれは便利かなと思います。どうしようかな。じゃあこれ今回ハート作っていこうか。いっぱい大体の大きさを決めて、まあこうやってね大体の当たりをつけてあげて、でハートもどういう風に作っていこうかな。まあとりあえず8分割だねまあ何かあったら8分割と、8分割しといて、でもやっぱり練習キャンドルでするようになって本当にコスパは良くなりましたね。石鹸だとやっぱりね、その亡くなる前に買ってとかして在庫とかもいっぱい溜まってたんですけど、まあまだ買ったままで使ってないやつとかもあるんですけど、そのままにしとくと固まっていくんですよね石鹸ね。キャンドルの場合その点そのこのままポンと放置しといても固まったりしないんで、そこはかなりありがたいです。まあただキャンドルの場合はその作るこの形に作るのがめんどくさいけど削るのはあっという間だし溶かすのもあっという間なんだけど、その形にモールドに入れて乾かして出来上がるまでっていうのがちょっと時間がかかりますね。んでどういう風に作るかな。ハートもまあこの線を基準にハート作るか。こんな感じで作っていくか。これで4、まず4個作って、とりあえずこんな感じか。こんな感じでまあちょっと不細工だけど、ハートを作って、
よっしゃ完成。とりあえずまあこれも思いつくまんまにやってみました。大体まずハート作ってみて、まあ真ん中にはちょっとつぼみみたいな感じ作って、くるりんを作って、まあ葉っぱ作って、最後レースでまとめたって感じですかね。まあやっぱコンパス作って大体の当たり作ったんで、割と均一な大きさになってるかな。まあこんな感じになりました。じゃあこれ溶かしていきますか。もうこれ結構削るのには結構時間かかりましたけど、溶かすのはあっという間ですね